母さん。久しぶりに訪ねた母は恋をしていた。やめてくれよお前もう。あんたの一人息子は今娘の家出と離婚と会社の人事問題で死ぬほど苦しんでますと。嘘よ、嘘ばっかり。先生に言ったの？好きだって。言ってもらうまで待つの。俺もこんな仕事につけばよかったな。こういう仕事は裏切らないから。このうちは鍵もろくにかけないんだから。いろんな人がこんにちはって勝手に入ってきて、ここにいる方が私落ち着くの。なるだけ肩の力を抜いて朗らかに生きた方がいい。お母さんのあなたのようにね。こんにちは母さん。